たちの攻撃を弾いた。あの人強い。ドライバー抜きであれか。諦めるな。こっちは再びだよ。リャッコ、うん、エーテル遮断ネットだ。いや、大気からのエーテル流を遮断されては得意のアーツも打てまい。ブレイドにも弱点はあります。その一つがこれ、力の源であるエーテルの流れを遮られること。いや、リャッコ逃げろ。ゼックス、私たちに構うな。無理言うな。見捨てるなんてできるわけないだろ。あんたにはあんたの目的があるだろ。でもそれを果たせ。リックス、今は引け。それしかない。でも逃がしません。リックス、くそうわ。水、今だ。おー、バーニングソード。ホブラ、はい。逃がすな。おい、おい。それでいい、逃げ切れよ。この水流の中であの技、天の聖杯、やはり本物か。ありがとう、助かったよ。でもどうして俺たちを。なんとなくも。なんとなくっていうのは嘘も。ほんと言うと、いっつも威張り散らしてる兵士に完成したばっかのロケットカムカムをお見舞いしてやろうと思ってたもん。そこへちょうど兄ちゃんたちが追われてきたんだもん。外れて水道管に当たっちゃったけど、結果オーライだもん。そうか、さっきのは君が。トラだもん。トラっていうのか。俺はレックス、こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくも、モフフ。ん？実は助けたのにはもう一つ理由があるも。理由？ま、それはトランチについてからゆっくり話すも。こっちだもん。